タロスチャンネル始まるよ。こんばんは、ゆうたろすチャンネルのパパです。ママです。我が家のアイドルくーちゃん、くーちゃん、なんかちょっと急にびっくりしたのかわかんないけどね、ちょっと俺が、そこダメだよ、そこダメ、いけないよってちょっとこう言ったら、そうそう、大きい声を出して、そこダメダメ、絶対ダメよみたいな感じで言ったら、くーちゃんがおとなしくなってしまいました。で、ちょっとこうなぜなぜをして、急にくーちゃんがこうおとなしくなったんです。不眠状態なのか、寝しちゃうのか、安心させるためにも、まあこうずっとなぜなぜをして、まあ大きい声出したのごめんねって言いながら、そうだね、はい、ちょっと危ない場所だったんで、ね、はい、危ない場所は絶対ダメなんで、そうですね、はい、まあ、子供たちにも危ないとこは危ねえダメだって結構強く言うようにしてるんで、そうだね、普段はこう、まあ許してるんですけど、やっぱ危険とか危ないこととか、そういうことは絶対ダメだし、ね、子供のね、命にかかるかもしれないので、そういうところから強く言ってるんですけど、うん、それをは、ね、このハムタのクーちゃんにも、危ないとか本当は危ない、ダメって、大きい声で言っちゃったら、クーちゃんがこう、おとなしくフリーズして怖かったのか、怖かったな、やっぱ危ないのは危険なんでね。家族の一員だから、ね、はい、足とか、やっぱ、降りちゃうしね、するとね、体壊したり、なおさらかわいそうだし、ね、うん、そうそう、なんでちょっとやっぱ危ない危険なことはちょっと強く言ったら、ちょっと固まっちゃった、はい、ちょっと大変な感じになっちゃって、だからこう、まあなぜなぜして安心させるっていうか、落ち着かせようかなと思って、うん、はい、今俺がずっとこうなぜてるですけど、なんかお尻もこう、なんかね、こうピーンってなっちゃって、はい、ピーンって尻尾が立つ、ピーンってなっちゃって、こう、はい、固まっちゃってね、くー、はい、ちゃんはいじけてるのか、あのショック受けたのか、びっくりしたのかわかんないけど、うん、はい、くーちゃんずっと動かない、うん、どうしたんですか、こう話しても、いつも暴れん坊のクーは動かないんで、そうですね、ほんと暴れるんで、いつもちょっとびっくりと、眠たい？眠たいだけならいいんだけどね、でもまあ子供たちが言うように、この尻尾、うん、ピーンってしてるのはね、うん、なんか怯えてるって聞いたんで、これ良くないなと思って、ショック受けた、うん、ショック受けた、うちのアイドルなんで、そうだね、大事にしたいな、このまま寝てくれるんだったらいいんですけどね、落ち着いてね、はい、どうもです、ゆたつパパです。さっきの続きですけど、ずーっとこう言って、なぜなぜしたら、寝に入りました。うん、かわいい。はい。眠かった、ね、眠かったんかなぁ。ね、正気と、ちょっとのフリーズでこう、はい、眠さも出たのかな、安心感が。ちょっとまだ眠りが浅いんで、ね、うるさくてダダダしたりすると、ね、半目を開ける、ね、こともあったり、ピクピクってしたりすることもあるんで、ね、このままここで寝かしたいと思います。ね、気持ちよさそうに寝てるんで。そうですね、はい。